なんか歌出したって私聞きましたよ。しょうもない。お前はだから俺前から言うてんねん、俺に頼みに来いと。こんなに素敵な作詞作曲できる人間が横におんのにやな、ちゃんとしたやつ作ってくれへんやろ。どうせ作る言うねん。羊羹うさいとか作られてるな。だからバシッと決める部門があってのコミカル部門なんですよ。そのテレビ出てのことやねんとか言われへんよ。だからミュージックステーションではご法度ですよ。そうやろ。そらタモリのグラスも割れますよ。なんで割れるの。今回は誰なんですか、その作詞作曲。いやそれなんで素人なんですよ。あ、そうなの。全くの素人に送ってもらって、 そうなんや。でそれをまあアレンジャーの人がちゃんとこう作り直してっていう。それやったらやっぱ俺にぜひ献身的な歌を書かせていただきたい。お前できる？いやもちろんできますよ。ありますからね、いっぱい。何が？ストックみたいなもんが。君何意味ないのに作っておいた。あ、うん、あのねこれぶっちゃけな話、まあ、まっちゃんプライベートの話あんまりしたくないんですけど。めちゃめちゃしとんなしたくないんですけど、僕あれを持ってるんですよ、テープを。あの何ていうんですか、ああいうのテープ、あの録音できるやつを。ん？テープレコーダーですよ。自慢にも何にもなれへんわ。誰も持ってるから。誰も持ってるんですけど、車の中にいつも入れてるんですよ。ほいほい。ほんでなんか思いついたフレーズとかあったらこうやって僕が。本当なんですよ、これは本当に本当なんですよ。本当やでも。これ面白そうやなって思って入れてるんやったらまだわかるけど、はいはいはい、歌のフレーズ入れんの。歌のフレーズ入れますよ。だから今テープ60分テープに結構入ってますからね。ちょっと今度聞かせてどんなフレーズ出てくんのか。ほんで僕今日来る途中も久しぶりに溜まったから再生して聞きながらこう。いやもちろんシステムとしては自分のフレーズずっと再生させた。マジで？それはやっぱり勉強熱心な男ですから、こう見えても。でもほら、フレーズばっかり入れていったって結局は一本にはなってないわけでしょ。どれもこれもなってないですけども、うん、それで、あ、その曲いいね、その曲欲しいなってなったらそこで肉付けしていくわけですよ。あ、それ一本にしていくわけ。そう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 。それできるの？できますよ、もちろん。ぞ、できんのや。うん。できますよ。いやもうできるんやったらね、うん、だから一回聞いてみたいな。ねえ、あんま依頼が来ないので僕も何をしてんのかな、みんな遅いな、みんな。俺はずっとここに待ってるぜと思ってるんですけど、ね、そうかそうか、下手な素人で頼むより君に頼んだ方が良かった。はい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 。そうかそうか。だからラブソングで欲しいって言ったらできるし、うん、もちろんコミカルはもちろんできるし、あとまあなんていうのかな、ランバダみたいなの。ランバダはええわ、そんな今うとても。でもちょっとランバダブームになりますよ、もうぼちぼち。そんなわけない、もうどうも昔終わった。僕はランバダと、これマジな話しましょうか、ブームの話しましょうか、ランバダと大根餅のブームがもちろん来るっていうのは僕はもう思ってるんですよ。大根餅、大根餅、何その大根餅。あのね、中華料理のね、ちょっとした、大根でできたお餅なんですよ。そのままでごめんなさい。でもそうしか言いようがないからね。あんま知らないでしょ。知らない。これが実に美味しいんですよ。でも昔からあるもんなんですよ。でもいまいち浸透してないでしょ、大根餅。あんま知らない。大根餅ブームマジでやってきますから。でもそれ中華映画で食われへんわけ。食えないですね。それが一般にも広がるってこと。一般にも広がるでしょうね、おそらく。だから一時期ティラミスがすごく流行ったでしょ。おやだよ、おめでとう。おめでとう。でもそういうことなんですよ、本当に。マジで。それはどういう味なんですか、なんか美味しいっていうのも。あのね、カリッとして中はサワッとしてる。分かれへん、食うてみな分かれへんわ。ほんと僕みたいなもんですよ。あんたカリッとしてる、中サワッとしてる。僕みたいなもんですよ。抹茶餅って言ってもいいぐらい別名の。別名とすれば、ね、抹茶餅。だからまあそんな話どうでもいいんですよ。はいはいはい。ちゃんと依頼 しなさい、あなた。だからちゃんと作りますから。でもやっぱほんならどの程度の曲っていうかね、どの程度の。やっぱ出すからには1位になりたいでしょ。でしょ。なら1位になりたいのなら、ひとし松本、松本ひとしです。間違いないですよ。
いや、ただ一曲も聞いたことないやん。これがこれを作ったと。うん。聞いてみて、あ、ええやん。ってなるんやったら。はいはい。それはみんないらっしゃいますって、今テレビ見てる。じゃあ、一個は。1個サンプルあげましょう。あ、そういうのやっぱり披露しといた方が、はい、あの笑い抜きですから、ね、はいはい、ラブソングですね、入れたやつあるんですけどね。あ、そうなの。今日聞いてきたんでちょっと思い出しました。え、そんなタイトルついてんの。いや、まあそれはまあ後々肉付けしていきますけど。あ、そうかそうか。まあまあ今はもうアカペラになってしまいますけど。いや、そう、当然そうですよね。あなたが好き。何も面白くないじゃない。何も面白くないじゃないですか。ラブソングやりたいんや、お前。何や、あんなったのが好きって。入り方ですよ、入り方。大丈夫、大丈夫、大丈夫。最後まで聞いて。ここはまだそんなとこじゃないから。あんなったが好き。お前が好き。バン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 。歌詞ないやんけ。何や、バン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 。できてないのやろ、まだ。いや、できてないわけないですよ。そこ、あの、楽器が入りますから。バン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 って弾いてるんですよ。いや、それやったら、こうやれよ。あー、ごめんなさい。それが歌詞や思うがな。あ、バン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 よ。あのね、違うんですよ。なんで2フレーズ行った後に音だけが入んねんの。歌い続けろよ。ラブソングって大体ほら徳永とかさ、あーはーはーはー、徳永兄やんね、徳永兄やんとか、ああいう感じ思い浮かべるやん、はい、それがあんなったんが好き言われてもやな。あの、ミュージックステーションで例えば言うとね、はいはい、じゃあ次浜ちゃん、じゃあ行ってください、スタンバイしてください、こうなって、はいはい、今週の第1位、うんうん、浜松さんで、うんうん、あなたが好きです。そのままやな。前奏みたいなもん一切ないわけですよ。そこをもうお前が歌う、一生懸命あなたが好き、お前が好きなら、バン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 、ね、ダン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 、長いよ、長いよ、一人ずつ増えていくわけですよ、長いよ。おかしい、なんでやな。いや、いつ歌うねんな。あなたが好きで、お前が好きしか言ってへんわ。だからまだ未完成やから、わてや。サンプルや、サンプル。いや、サンプルで依頼が来たら今から作っていくかな。だってあれから長いもん、どんどん楽器が入ってるから、パッ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 って入っていくし、いわゆるほら一人ずつ俺も俺もっていうパターンの集まってきて、で全員揃って全員前に出て、またあんなったんが好きって、この時はもうみんな全部一斉に入ってますから、ほなもうタモリさんももうにっこりです、グラザンも光るっちゅうの。いや、別に光らんでええけど、うん、それラブソング、ラブソングでしょ、だってあなたが好きって言うとるじゃん。いや、まあまあ、これどう会話になってるのな、お前が好きって言ってるの。あ、僕ね、そういうの好きなんですね。やっぱりラブソング、男と女の出会いですか。あと、まあ、どんどん泣いていってほしいし。どういうこと、泣くってどういうこと。だん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 は出してもらわんといかんない。え？何が？あの依頼料っていうか。もちろん。そんな高いの？もちろん。だからお前やからやで。ああ。うん、はいはい。お前じゃなかったらもうちょい取るもん。でもお前はな、昔から知ってるし、で赤いシャツ着てるし。やからやで。赤でよかった。ブラックジャックの再来、松本さんに質問です。はい。手術の時、うん、医者がメスとか汗とか言うと、うん、助手をしている看護婦はすぐに対応しますが、ああ渡したり拭いたりね、はい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 、あれは一体どのくらいの要求まで対応してくれるもんなんですか。オペの限界を教えてください。なるほどね。あのドラマなんかでもよくね、
目にしますよ。まあそれはドラマ実際の現場を見ようと思ったら患者になるしかない。ないですね。しかし患者になるということは麻酔が効いている。したがって一生我々一般人には分からんところですよね。そういう意味じゃ確かに、皆さん興味あるでしょう、ね、そりゃそうですよ。まあ僕は分かりますね、知ってますね。これも言うとね、本当にああなんや簡単なことなんやって思ってしまうかも分からないんですけど、うん、基本的にはですよ、はい、二言なんですよ。二言、二つの文字なら何でも OK なんです。ほう、なるほど。汗、うん、メス、うん、こういう風に。いやでも器具でも長いのあるがな。止めるやつでとか。何止めるやつでって。いや俺もあんま知らんけど、そう、もう止めでカタカナやんけ大体。いやいや止めとか俺ぬ俺ぬ。いやそれはお前がやることやろ。や俺がぬってだから俺ぬって言ったらぬやつくれるし、君ぬって言ったらうんって言うし、嘘つかないみたいな。つかないんだ。二文字なんですよ大体が。いやいやほな例えばどういうの。メスと汗以外によ。鼻でしょ。ん鼻でしょ。鼻、うん、何や鼻っちゅうの。鼻ですよ。鼻が出てる場合もあるでしょ。鼻は絶対あるじゃない。でもそれはマスクしてねえから見えへんがな。見えへんからこそ教えんと俺鼻。いやだからそんなおかしいや片言やん。俺鼻出る。いや出たらええやん。じゃあバーって言って「はい」って言って、これ全部二文字でしょ。「はい」もそうやし、ね、もっと手術らしい言葉はないわけ。二言っていうのは他ないの。あだからあの詰まった言葉はあの入れませんよ。間口広めたな。まあええわ、うん、だからバーッと開いた時にうわめちゃ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 思ってたより悪い場合はめちゃって言う。今日やめみたいなのもあるし、だいたい二文字で全部処理していくんですけど、もうなんかおかしいな。演歌歌手はよく拳を握りながら歌いますが、はい、その握った拳の中には何が入っているんですか。教えてください。これ何やと思いますか。何にもあるかい。そんなわけないでしょ。歌う時に普通にこうやってて急にこうサビになったらこうするやんか。でもね、演歌歌手だけが穴井に握るのはやっぱりなんか理由があるんでしょ。理由ないと思う。だって他の歌手はあんな握らないじゃないですか。演歌歌手握れへん人間の方がまず珍しいですよね。北島三郎、細川たかし、誰ですか、細川たかし。北島三郎と細川たかし2人もおるんですよ。2人みんな握ってるんですから。みんな握ってるんですから。それはやっぱり握るだけの理由があって握ってるんです。皆さんまあ声出しやすいとか、はい、それともポーズ、演歌歌手のポーズ。あーじゃあね、あの北島三郎をずっと歌う前から見てたらいいですけど、うん、やっぱりもう握ってますよ。ああそう。それはやっぱ楽屋から何か握って出てきてる。何をやねん。仕事せなあかんね今から。そうですね。楽屋にあるもんパッと握るわけ。テンションを上げるんですよいわゆる。うんうん。いやそれはええやんか、うん、握らなテンション上がれへんわけ。その方がよりテンションが、これあんま言うたら僕怒られるんですけどね。まあええやん教えてんの。好きな食べ物なんですよ。北島三郎はだいたいシュウマイを握ってくる。でこう歌いながらね、後でこれ終わってから食べるぞーって思ったらはーっとごっつい音出るんですよ。これを食べれるからね。でも終わった後はもうえらいことになってるな。そんなもんな。そこはサブちゃんやっぱりグリーンピースまでは潰せへんようにやってますよ。こう入れてるようで入れてない、乳首を噛んでいるようで噛んでいる。それはみんなやっぱありますよね。そうです。これまで数々の動物の尻尾を踏んできた松本さんですが、はいはい、一番リアクションの良かった動物は何ですか。一番悪かったのは何ですか。あそういうのありますね。例えば犬踏んだことあんの。ね、何犬の尻尾。もちろん犬なんで、まあ、踏んだことあんのも何も踏んで帰ったことあるわ。向こうの犬の尻尾から向こうの犬の尻尾。よーそんなうまいこと犬がおったもんやな。こ
もちろんもちろん、それは偶然に1回だけしかないけどな。まあ、だ犬踏んだらどんなリアクション起こしたの？犬はもう別に断じことないですよ。バーッって言う全然面白ない。テレビで言えるようなそんな白物やない。だからリアクション的には悪いわけね。悪い悪い、そんなもん何にも面白ないですよ。だから一番面白かったリアクションしたのは何を踏んだ時やって。あっ、そのことを聞いてんのかよ。それは思えへんかったわ。ごめん。はいはいはい、ごめんごめん、うんうんうん、何いやだから、うん、犬は大したリアクションせえへんかったわけでしょ。全然思んなかったわけでしょ。一番面白いリアクション取ったのは何やったもんやって、ヌーヌーヌー知りませんか？ヌーってどんなんですか？あのね、サファリにいるんですけどもね。シマウマとシカのちょうど間みたいな感じですかね。ものすごい草食の弱い逃げるしか脳のない。そいつを踏んだ時にリアクションが良かった。これは良かったですね。どういうリアクションか教えたって。いやもらー、ま、マジでって言いました。マジでって言いました。な、何がマジなの？脳にかかってるんですよ。脳マジでにかかってるんですよ。何やねん、何やねんなあ、ええわ、何やねん。腹割って話しようや。ええわ、何やねん、何やねん、なあ、何やねん。おう、おう、ヌーの段階で、おう、ヌーの段階で、おう、もうみんな何や、分かれへんねん。うん、分かる、うん、分かりやすい動物やったら、うん、あの動物がそんなリアクションしたんやって、うん、みんなこういろいろ考えて笑えんねんけど、うん、もうヌーって言われた段階で、うん、物の形さえも思い浮かんでけえへんから、え、マジでっていう映画も分かんない。もう、もう全然浮かんでけえへん、うん、それは俺も悪かった、うん。だからもっと分かりやすい。いや、だから最近はちょっとテレビでそのヌーを見たのよ。たまたま、それがすごいあったんちゃうかな。あ、そうか、それをなんか言いたかったみたいな。あ、そうか、で確かに俺がヌーって言うた時、うん、思ったほどウケんの。知ってるやつは少なかったから。でもあれはな、どうなんだ。とどのつまりという言葉を最近覚えたんですけど。ああ、なるほど。いつ使ったらいいのか分かりません。はいはいはい。とどのつまりがバッチリ決まる喋り方を教えてください。あのね、これはどうでしょうか。はいはい、今ここでね、はい、僕がとどのつまりで短文を作ってですね、うん、ここで発表してもですね、どうしてもこう無理やりというかね、自然じゃないですよね。この後の会話の中に、うん、僕はそのトドのつまりを入れてみるっていうのはどうですかね、うん、なるほど。だからいつ出てくるかわからない、それだけに自然であり、なるほど、それだけに分かりやすいんじゃないかな。今ええこと言うた。これ僕いいこと言うたでしょ。ああ、ええこと言うた。だからそれちゃんと入れてくださいよ。入れます。今日終わるまでに絶対入れますから。絶対ね、はい、あ、なるほど、はい、じゃあ皆さんそれちゃんと頭に、はい、ドーバー海峡横断部補欠の松本さんに質問です。ちゃんの内村さんはなんであんなに白いんですか。理由があったら教えてください。ものすごいハガキですよね。ちゃんとトドのつまりって、はい、わかります。あれだけ白いということは、うん、一つの理由じゃないね。あ、そう。いろんな状況がいっぱい重なり合ってできとるね。あ、そうなんですか。はい、その状況ちゃんと説明してください。まず一つは、うん、多分白蛇を殺してるね。白蛇のたたりがまず一つ、それからイカの食べ過ぎ、それからシーツにくるまりすぎ。それは面白い。三つ目面白い。あ、三つ目も面白い。トドのつまり。なんで止まんねん。今よかったやんか、自然で。なんで最後パッと決めを言うてくれんの。だって思ったより反響があったから。なんかびっくりしてもうてる。そういう条件が重なって、そう、トドのつまり、はいはいはい、白いわけですよ。なるほど。これはいいですね。2つの疑問を1つで解決したことになりませんか。これは綺麗。
これは綺麗ですよね。これ今までなかったよ。これ今までなかったですよね、うん、もっと客の反応良かってもええんちゃうかなって。いや最初良かった良かった。そうです、最初良かった。はい、次からこういうのもありやな。目から鱗の話したのか、目から鱗落ちる話したのか。嬉しいな。あれなタイムマシーンあるやろ、うん、タイムマシーンで絶対無理やね。もう何言ってか全然わからない。順序立てて喋ってんの。タイムマシーンっていうのは絶対成功、うん、完成せえへんねん。おうおうおう。なぜならタイムスリップしてきた人間に会ったことがないからなんですよ。どうだ。タイムスリップしてきた人間に会ったことがない、ね、え、分かってへん人おる？分かりやすく説明したっていう。あのね、例えば、うん、1000年後ぐらいにタイムマシンができたんやったとしたらですよ、うん、それをタイムマシンに乗って現代に来てるやつに会えるはずなんですよ。でもタイムスリップ今してきましてんって言うて未来から来た人と会ったことがないでしょう。ということはタイムマシンはやっぱり絶対完成されないんですよ、この何年先も。これはすごい話やな、うん、なんか違うな。もっと俺をなんでみんなこう舞台に上がってきて胴上げとかできるの。まーちゃん、まーちゃん、はーまちゃんのまーちゃん、まーちゃん。ちょっと待って、まっちゃんでええやん。何や浜ちゃんのまっちゃんで。それはお前の性格を考えてるわけや。ないない、もう出てきてまっちゃんまっちゃんって俺だけ胴上げしたらお前またなんかこんなグズるやん。どうせみんな松本だけやみたいになるやん。だからまっちゃんまっちゃん浜ちゃんのまっちゃん。違うですよ、僕はちょっと沖縄に行ってたんですよ。いやだからその前にガム行ってんの。まだ沖縄行ったの。沖縄は仕事ですよ。あ、ほんまかいな。仕事でも小学校行ったんだから別にこれ焼けたくて焼けたんじゃないんですよ。あ、まあそれだったらいいですけど、あなたグアムの方に。僕はもうやつやすいで。いやもうこれチャンネルひねった人びっくりしますよ。なんでやねん。多分日本で一番黒いコンビでしょうね。まあまあ、まあ今んとこね腹も合わせてね。面白いこと言うね。まあまあ、あんた沖縄でもなんか台風来てたんちゃうの。台風来てましたよ、あんた。台風来てて、うん、おいでもう何でしょう、2日間ぐらいもうものすごいことになってて。何が。もううわー、もうヘストパスカルがですよ。雨と風が、うわー、もううわー、ぐる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 やってましたわ。へえ。でもう何やろ、そのちょっとどのぐらいの風なんか思ってベランダ出たら滑ってバテン。ちょっと腰おかしいんですけどね、すいませんね、まあ、それはしゃあない、でなんかあそうなんですよ、お前絶対あかんで。ないやねん。お前そうなんです。ほらスキューバーもあかんかったやろ。これ下手めやかな。もう全然羊毛ぐらいへんねや。痛い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 って。あんなもん嘘やねん、怖いねん。違うね、俺もう気圧が変わったらダメなんですよ、耳。何やそれ。飛行機乗ってばっためたなってくるから。あ、そう、うん、おいでね。いや、違う。あ、そう言われてる。いや、ほんでな、お前怖がりやろ、うん、で、俺思ってたんですよ、僕沖縄行って何やろ、粟国島いうとこ行かされたんですね、うんうんうん、飛行機を乗せられたんですけど、うん、ものすごいちっちゃいんですよ、うん、9人乗りなんですね、うん。9人乗りってどういうことかというと、もうこんなんですよ。俺6人乗り乗ったことあるもん。6人乗りどんなんやねん。いや、あんたが言うてるようなもんですよ。うっせぇ。ほんまに。いや、それ乗ったら怖がるでって言うて。お前は絶対怖がるでって思ってたんですよ。だって機長がおしぼり渡すんですよ、後ろに。ほんま客同士で渡していくんですよ。そりゃそうやん。通路ないからな。うん、そりゃそうですよ。当案用紙扱いですよ。まあまあそうやん。めっちゃ怖かったわ、あんなんやわ。
でもいいじゃないですか、ええ経験したでしょ。俺笑うてんけど、普通ほら大きい飛行機やったらドアモードをオンにしてくださいとか言うじゃないですか、うんうん、もうそれも生声なんですけど、うん、ドアモードもへったくれもないわけですよ、うん、言う、なんか言わなあかんと思ったんでしょうけどね、うん、あの何を言うかなと思ったら、うん、右のプロペラから回ります。それを客に伝えてどうやん。あ、ほんまや、回ってるわ。今右見てましたよ。パパって左見たら左も回っとんねんけどね。で、あの帰りは帰りで、ほんま地元のおっさんみたいな、がっつり焼けた、ほんまタオル首に巻いたようなおっさんが入ってきて、あの、なんかの時は下にございますので、これをつけて、これを吸ってて、あの説明を、うんうん、スチュアーデスの説明して、ほんでおっさんパッと帰っていきよう。ほんまそのまま、右のプロペラから回ります。今日は調子がいいので右のプロペラから回ります。なこと言えへんやん。なんでつけ足すねん。最初言ってないやん、調子がいいので。なんや、あ、これな、あ、これいける思ったからつけ足したん。左って言おうかなとも思ったけど、なんか右の方がいいかな。関ヶ原の合戦で戦った感想を聞かせてください。あれドキドキしたよね。おいおい、始まる前。今の面白い。始まる前ドキドキした。始まったら、うん、そうでもない、もうテンション上がっとるから、始まる前、始まる前はね、それわかるわ。うん、どんな感じ。まだちょっとセッティングかかるんで待ってください言われて。どっちがやねん。いやいや、俺待ってたらやんか。どっちが、もうこんなんやで、もう。何そんな、たまことの関ヶ原の合戦やん。うん、もうこんなんや。俺らもう大変ですよ。あ、そう。いや、じゃなしに。何ですか、感想ですよ。どうでした、うんうん、どうでしたっていうのはどういうことかな。いや、結局もうものすごい人数が入り乱れて戦うわけでしょ。あれ関ヶ原の合戦はもうすごかったですから、うんうんうん、もう歴史に残るなって思ってましたよ、やってる時も。あ、そう。こうもうカーンカーンカーンやってる時にもこれは歴史に残るな。え、それ誰に言うたの。知り合い、知り合い。あ、一緒に戦う仲間。仲間、仲間。楽屋一緒やったやつやんか。あ、なるほどな。自分どうなん、初めてとか言って。緊張してますわ。緊張するなとか言って、うん、でちょっと仲良くなったんで、うんうん、でうわー言って、うん、カンカンカン、向こうもこう背中越しでやってますから、ね、もうやってるやん。これ歴史に残る。ちょっとした会話の中で、はい、なんか知らんけどだんだん喧嘩みたいになっていくことってありますよね。 あのね、僕この間ね、うん、まあある人と喋ってましてね、うん、甘口のカレーがね、うん、好きやって言い出したんですよ、そいつが。僕甘口のカレーっていうものをね、うん、もう絶対認められないんですよ。まあ君の意見としてね。僕の意見としてはね、うんうんうん、っていうかそんなんないじゃないですか、甘口のカレーって。何なんですか甘口のカレーって、何なんですか。いやいや、辛口なんねやったら甘口はあるやん。いやいやいや、ノン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 。カレーという言葉の中に、うん、もうすでに辛いという意味が含まれとるわけですよね。それはでもだから私は、うん、例えばそんなに辛いカレーは苦手だから、うん、普通ぐらいのカレーが好きだって言うなら僕わかるんですよ、うんうん、だからといってね、うん、なぜ甘いまで言ってしまうのかが、めちゃくちゃな言い分じゃないですか、それって。いやでもまただんだん腹立ってきたわ。それはね、それはこういうことですよ。部屋にパッと飛び込んだ時にね、あ、ちょっとクーラー効きすぎ、うん、クーラー止めてって言うなら分かりますよ、うん、クーラー効きすぎ、暖房に切り替えてって言うてるんでしょ。でしょ。いやいや違うやん、調理によっては甘くもなるし辛くもなるわけやん。いやいやいや、それは例えば車に乗っててちょっとスピード出しすぎてるよ、スピード弱めてって言うなら分かりますよ、スピード出しすぎてるよ、バックで行ってって言うてるんでしょ。でしょ。いや、それはそれをガーッて、それを、ね、違う、それは極論やって。全然極論じゃないですよ。極論なんかって言うならば、極論やかましい。極論なら俺は辛いのもあれば甘いのもある。
もそれはお前の意見や。いや意見じゃない。待て、何も聞いてへんわ。いや絶対カレーっていうのはね。いや違う違う、カレーっていうのは辛いっていうのは辛さの醍醐味ですよ。醍醐味ですよ。あんたなんで2回言うんだよ。でそれを僕はね笑いながら最初は言ってたんですよ。ほんな俺はカレーをもう食べたらあかんってことやな、こんなことを言われたんですよ。ああそうやな、なんかカーンって大人げない。別に甘いの子が辛いの子はかまへんやん。腹立つわ。星の王子様なんてもうこれなんですよ。だから子供のことを考えたら辛いの食われへんやんか。食うなほんならっていうか、ええわええわ。じゃあいいですよ。じゃあカレーっていう名前使うな。なんでなんでプリンフォンとかね。そんな名前にしてほしいです。全然違う食べ物です。フリンフォンです。絶対せえへん。カツフリンフォンです。いや絶対ない。ビーフフリンフォン。いやいやビーフカレー。じゃあお前はカレー、ここに今カレーがありますね。パクッと口に含んだ時にカレーの良さは何なの。カレーに何を求めてるの。じゃがいものホクホク感のんのんのん。辛さなんでしょ。ねえ認めちゃえよ。好きだって言っちゃえよお前。大人でも、うん、辛いのは無理やいのがお前分からんねんだよ。俺もなんでってな。そうでしょ、辛い方がうまいやんって思うけど。辛い方がうまいですよ。でもおるんですよ辛いのは食われん人も。あ、こういうことが一つ言えるんですね。昔の家庭っていうのは親父が大黒柱であり、親父が辛いカレーを好むと子供はその親父に合わせてカレー、辛いカレーを食べなければいけなかったんですよ。はい、ところが今は今は違うんですよ。子供中心の家庭になってしまってね、親父が子供の甘いカレーに歩み寄っていく形になってるんですよ。それはいかん、それはいかん。そういうことなんですよ。作ったらええね甘いの。我々何抜かしとんねん。別で作ったんやねんな、親父用と子供用。さあさあさあ、うわそんなんもう絶対あかんやん。いやだからうちはだから別で作ってますから。超高校級。あすごいね。そんなことあれ、すごい、そんなことあれんて。スターやな。これはすごいことですね。じゃあ甘いのと辛いのがあって、いやそうそう、好きな風に立食みたいに食べる。並んでんのか。僕の前で二度と甘口カレーっていう言葉を聞かさないでほしい。そんなものは存在しない。そんな何や、中辛とかあるやんけ。あれ何やねん。そんなもんもう邪道なんですよ。もうカレーっていうのは、カレーっていう言葉を辞書で引けよ。じゃあ引けはいいが。なんて載ってんねん。それはもう、それはものすごくまとろみのお口いっぱいに広がるもの。調べて。カレー。どこ書いてんのこれ。自動車の車庫。ギャレージ。いいとこ、いいとこ。うまいこと見んとあかんよこれね。うん。どれや、いまいち分からへん。ちょうどええのないわ。な、読みいやいや、これ、うん、オールスパイス、調香などを粉末にして混ぜた刺激性の香辛料。そう見てみんや、カリーカリーカリー刺激って書いてるの。刺激が甘いもん食って何が刺激があんねん。だからカレーじゃないねん、甘口カレーいうのは。刺激や刺激、甘いっていうのが何が刺激があんねん。甘くて刺激があんのは恋愛ぐらいのもんや。スターウォ
ウルフのライトセーバーで切られた時ってどんな痛みなんですか？やられましたね。あ、そう、うん、あのちょっとこれで揉めたんですよなんか取った取られたみたいなことでね、もともとそいつの彼女やったんですけど、うん、向こうの方からモーションをかけてきたもん、ね、いや、もうそれ行きさつはどうでもええねんライトセーバーで切られた時の痛みを教えてくれたらどこ切られた？何が？ああ、これ質問やんか。いや、もうここですよ。ピシッ。あ、おかしいやん。なんでおかしいんですか？何もないやん。ライトセーバーの切られた後っていうのは残らないんですよ。ハイテクやから。そんな包丁みたいにスパッといったからでここがペロペロになるようなことない。ああ、そう。はい、うん、そう、うん、まあ、どんな感じなん？熱いの？熱い？式で言わなあかんの？そういうふうに。のん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 。それやったらその時熱かったのって言うやん。切られて、ようあるやん、なんか、うん、包丁じゃないわ、スパッとやられたら、うん、熱くなったとか。ああ、それじゃない、それじゃない。そういうのじゃないの。はい、あのね、僕が、おい松本ってこう来たわけですよね。自転車乗ろう思って ちょうど番号合わせたとこですよ。772やったんですけど。知らんがな。そう、どうでもいいよ。773のとこまで来たぐらいに松本って言われてバッてまた4になってもらったしと思ってた時にパッて見たらもうブワーン。何やそれ、ものすごい発光してくれないわ。おお、ものすごい発光しとるんじゃい。いや、あのな、もうそんな会話はええから。切られた時にどういう感じなのかを教えてください。彼女返せ。シャーきた、ふわーきた、来たね。もうそれはね、秋風のようなね、うん、え、秋風に身をさらしたかのようないや、ズバッと来た、いたーとかないわけや。あのね、あの秋風のようなのところで、うん、もう必ず CM に行っていただきたい。あらゆるスポーツを極め、うん、指導者として世界中に弟子がいる松本さんに質問です。はいはい、世界中に弟子いますね。ハンマー投げや槍投げの選手、また野球のピッチャーなどは投げた後に大声で叫びますが、叫ぶ姿が似合わないけれど、本当は叫んだ方が記録が伸びるスポーツはあるのですか？もちろんありますね。まあ、あんま投げやり投げはよくわかるじゃないですか、ね、はい、声出してるから、はいはいはい、それ以外でほんま叫んだ方がこれ、例えばじゃあじゃんけんしましょう、うん、じゃんけん、おい負けました、うん、叫んでないから負けました。スポーツだけじゃないんですか？スポーツだけじゃないです。何でもそうなの、集中力ですから。うん、はい、じゃんけん、おい、ほら叫んでないから負けました。俺はどういう女だね。そうでしょ。じゃあ次叫んでやってみましょうよ。ね、いきますよ。行っていいんですね。いきますよ。あー、すごい難しい。じゃんけんだよ。空気読めよお前。わかるやろお前。あそこお前あれやろ。なんでわかれへんの。でも何でもそうなんです。うんがこれはあのしりとりでもそうですよ。どういうこと？なんか言うてごらんなさい。リンゴ。うんがえ、なんか言うてごらん。なんか言うてごらんなさい。スイカ。うんがちょっと待って、今どうかしい。言うてごらんなさいよ。答えになってない。言うてごらんなさいよ。言うてみやよ。言うたらええがな。言え。テレビ。いや、靴。うわぁ、かますよ。声出するだけやんけ。そっかお前。オッケー、なめんなよお前。ずら。実はもうやめよう。もう何もうやめようよ。大丈夫やって。俺も聞いただけやからな。待ってる待ってる。俺が見たわけじゃないからな。大丈夫。以上のような以上のようなことで、はい、皆さん本当にね。
今日の話は本当にもう何も聞かなかった。どうしても人に言うときはなんでやねん。行きましょう。これほんまに何でやねん。これほんまにやねん。お前が言ったやんけ。いやほんまにやで。いや何してんの。いやマジでやねん。ああ俺が言うたんや。海がしょっぱくなった理由として有名なおとぎ話がありますが、ええ、人が脇がになったにも理由となるべきおとぎ話はあるのですか。はあ、はあ、それはあるでしょうね。あるでしょうっていうのは知らない、ね、いやいやありますよ。 あの群馬県の方の京丹とじいさんっていう。マジですか。マジでありますよ。群馬県の方にみんな知らんですか。僕だってあの日本昔話ほとんど全部見てますから。ああそう。ええ、あらすじだけ教えてよ。どういう話。はい、じいさんがあれなんですよ。ばあさんがおったんですよ。分かれんの。じいさんがあれでばあさんがおったりだして、じいさんは何やねん。ぎっくり腰のじいさんがおって、でじいさんのためにじいさんが動かれへんので、ばあさんが畑を耕して代わりにね、代わりに耕してたんですよ、うん、ほんならひょうたんがポーンと出てきた、うん、畑耕してたらね、そっからひょうたんがポロン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 と出てきた。それからというものじいさんは脇がない。じいさん関係ないやんけ。ひょうたん出したのばあさんなんやろ。いやいやそんな話やったんちゃうかな。俺はっきり覚えてへんで。うつらうつら見てたから。素敵で素敵な松本さん、はい、僕は常に人からお素敵だねと思われたいと思っているのですが、もちろんなかなかうまくいきません、はい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 、そこで松本さん、ええ、こんな時にこのセリフを言えば、うん、必ず人から素敵に思われるという、うん、その方法を教えてください。あのね、それはもちろんそうですよ、うん、女性にしたってね、うん、男性でね知的じゃない人の方が好きなんていうやつはね、うん、いないわけですから。いや教えたっていうのは彼にこれを言えば、そうですね、そう思われるよっていう、もちろん教えないと解決しないですからね。あ、そうだよ。そういえばお前には知的さがないよね。まあまあそれで、あの尾底骨まだちょっと骨に出てますけどね。あれ自分ちゃかったっけ。誰のケースとマジで。これもね非常に簡単な話なんです。あ、そうですか。ええ、一番いいのは週に1回、うん、水木、うん、うちの家に来ていただきたい。レッスンを受けていただきたい。1時間20分何さっちゅうとあんまない。1時間でええがん。いやいや、まあまあ1時間半に最初はしてたんですけども、まあまあちょっとティータイムみたいなのもあって、まあ1時間20分違う。でも簡単にできんやろ。すごく教えたいし、客にも教えたいし、テレビ見てる人にも教えたい。でもお前に教えたくないわ。だからお前がそれを吸収することが俺は許されない。お前にだけはバレへん。ほな俺どうしたらええのよ。あ、じゃあいいですよ、教えましょう。教えたれや。いいですか、会話をしましょう。じゃあ何やねん。会話する中で使うんかい。非常に簡単な話なんですよ。何を会話の中で常に英語を入れていけってことなんですよ。わかりますか、はいはいはい、何か質問されて、うん、なんか何かを英語英単語1個でも多く、絶対に英単語1個入れへんかったら相手に返してはいけないぐらいの気持ちで、うん、わかります。それで返すことによって知的やって思われる。もちろんもちろん、それはそうですよ。そうかな。今日暑いっすね。あのデグレッシェンドやったんやね。今日こんな天気ええのに明日雨らしいですよ。ああそれはもうダークサイドやね。ただね、明日雨やけどその次まだ晴れるんやって。ストレッチやね。何なん。だってさゴッツ早いもん。おっけえもん。もうグワーッなってた。泣きそうだったもん。もっとお前がいっぱい喋って1分ぐらいお前が喋って、うん、で俺に聞いてこいや。じゃないとそんなん無理やもん。わかるか。
何や、この間辰吉の試合が大阪であったらしいやんかね。でそれわざわざあなた一人で行ったらしいやんか。話聞くとところによると、いつも何人か連れて行くのにもかかわらず、その日は一人で大阪ドームへ行って、まあまあまあ最後の辰吉の試合やね、たった一人で行って、また帰りもうなんかね日帰りで帰ったらしいのよ。それが普通やったら泊まるのにもかかわらず、試合終わったらすぐ会場出てタクシー乗ってね、新大阪行って新幹線で東京へ帰ってきた。大変な一日やったらしいですな。何にも浮かべへん。今となっては懐かしいゴキブリホイホイの真ん中の方に入ったゴキブリはどうやって中まで行ったのでしょうか。あれは助走がついてるんでしょ。お前ほんならな、ほんならなんや、ゴキブリはふわーってきて、あ、ゴキブリホイホイや、よーし。違う違う違う、ゴキブリホイホイの真ん中には餌があるわけでしょ。餌がありますよ。だから、うん、食ったれってダーッと走ったら勢いついてるじゃないですか。なんでやねんお前、もう一歩目からベタベタやねん。いや、食うもんがあんねんから必死やん、そんなもん。とりあえずたどり着くわいな、カーって。でパクッといった時にあれ初めて気づくんよ、うん、いやあれはそうから、例えばゴキブリが最初のアホのゴキブリがやね、にちゃってなるでしょ。うわもうあかんわ、もう諦めんの。それは早いやろ。でその上にゴキブリ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 、それか開けたらほんまに真ん中にポンってゴキブリ おるの。いや、おる場合もあるんちゃう。だからないと自分の仲間がネチャーっとなってんのその上行きよるわけや、やっぱり、うんうんうん、あ、そう、うん、何してんのやろってまず見るやろ、入らんと手前で、うん、いや、もうええって。いや、何がやねん、何してんねん。いや、お前どないしてんの。なんかもう、ベタベタすんねん。ええって大丈夫か。もう俺行ったろか。え、もうやめてた方がええで。うせえ、ほんまや、大丈夫やろ。もう行ってみや、にちゃ、ほな次のゴキブリが何してんの。え、もうええねん。もうおっとおもろかった今。なぜ鼻には2つの穴があるのですか。1つでもおかしくないと思います。なぜ2つなのか教えてください。一つでもって言うと、こういうのやったらきついやん、なんか、うん、息すんのも、うん、でかといってここ全部切ってさ、うん、こんな花いのもどうなのって感じやん。でもそれはお前だけはそうやったら恥ずかしいけど、うん、みんながそうなら気にはなれへんわけですよね。みんながそうやったらね、うん、ただね、一つにしてしまうとね、それが詰まったらもうフィンなわけですよね。うん、ね、うんうん、もう終わってしまいますよね。はいはいはい、まあ一応サブのつもりでつけてるんです。でもね、うん、ここ切ったらでかいじゃないですか。でかいですよ。そない詰まることある？でもでかいけど鼻水も人どに出てくる。まあそれは確かにそうやな。鼻くそなんてとんでもないことになるわ。いやでも十分指入るで。取り放題やで。片っぽやから。ほなお前自分せえや。忙しい忙しいでよう言われるやんか、はいはいはい、忙しいでしょなんか言うたら、うん、そんなこと忙しいないよな。僕らね休みちゃんとありますからね。休みちゃんとあるもんな、うん、この間なんか俺も暇やったし、うん、何もやることなかったからあれ行ったんですよ、サルティンバンコ。すごいよサルティンバンコ。よかった、うん、子供がね、舌足らずの子供がされてみて、されてみて、多分それは子供の言うことや。それは仕方ない。これしゃあないで、俺が言うたんちゃうしな。ほらセーフ、ほらセーフですよ。ほらもう流していただいて結構なんですけど、ほらセーフ。ほら CX のスタッフに言うて撮ってもうたから、はいはい、もうほら気ぃつこうってなんかええ席撮るのよ、ちょっと見やすいとこ一番前やねん。気ぃつけないかんよあれ。こっち客触られんねん、舞台から。いわゆるね外人がね、もう客席降りてくんねん。皆さんええけど君きついな。俺きついねん。これねあいつらね俺の凄さを知らんわけですよ。ね、そのねあ
んつらがね、うわーって俺の前にガーッ立ち寄るんですよ。あーやばいわ。うわ、俺スターやのに分かってない。なんか外人に帽子を俺かぶってたんですけど、帽子をあの前にかぶってたのを後ろにせえって言うんですよ。いやもうそんなもう触らんでええから、俺もうスターやから、やかましいよ、ええからこうせえこうせえってやる、分かってないから向こうは。俺の帽子をガッて掴んでくるって後ろやったんや。あいたやられたな。みんなこっちこっち見てんのよ、俺顔真っ赤っかなって。そういうことなってんねんな。だからな、俺らこうやってほらこう喋ってるやんか、でそのなんていうかな、こう客を触ったりするやろ、客もやっぱ辛いと思うわ。目を打っただけでもな、なんかうわなんか言われんちゃうかなっていうかね。だからこうやられたら結構ドキドキするんですよ。なんか顔なんか突っ込まれたら嫌やろな。そうそう、ごっつ嫌ですよ。はっとか言うね、言われたらもう、うわもちろんやめてやめて見に来てるだけやからもう嫌なこと言わんといてって言う。俺あれはな、心境分かったわ。だからもう客はね、あんまり触ったんのもね、どうかなと思ってね。あ、そうですか。また俺もほら、あのドラマ始まったら忙しになるけど。誰が今はね、あれだ。あ、そうかいな。うん、僕ね。あ、ほんま？うん。どんな感じのやつ、今度は。AD の3人組の。あ、そうなの。金曜なんかそんな感じのやったね。俺もちょっとやっててんけど、ね。なんていうやつやってた？俺がやってたやつ、うんうんうん、俺がやってたやつは AD ブギ。あ、似てるね。でもね、あ、似てる。あ、 AD ブシっていうの。どんな話やね、 AD ブシ。まあまあ漢字やけどもね。いや漢字はええわ。漢字、あ、ブシが漢字ない、うん、まあまあ、結構まだこれ見てもうたらね、ま、誰とかってこと。 AD ブギの時は加瀬大衆。あーは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 ー。的場浩司。ああそうですか。で売れる前の石田ひかり。まあそこそこのメンバーね。まあまあまあ、ああそう、あれ君誰と AD 武士は。かなりのビッグタレント。あ、それはやっぱりね、もう取りに行ってるから完全に。やっぱり、ね、数字取りに行ってる。数字取るためにはビッグなやつ掴んでこないかんから。そう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 。君と誰やねん。ハイティングファラダと。なんでお前とファイティングファラダやろ。もっと若いの呼んでこい。しかも俺ファイティングファラダ、ファラダ言うてもらったよ。まあまあそんなメンバーでまた始まったらね。あ、うん、まあ、忙しい、ね、忙しいからね、もう本当にもう。いつから。5月の何日。中途半端な中途半端な時期に始まんねんな。もう始まったからあかんのちゃんか。はいはいはい、5月っていうから。はい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 、まあね、うん、まあまあ、今やってるのがもうちょっと弱いんで急遽いうことで、ね、撮影会長ですから。撮影もしてんのかいな。どんなシーン撮ったの。ああキスシーンとかも。誰と。白川由美と。いや、なんか複雑そうやな。若いやつと年配の方と。ああ、はあはあ、でもまあ1話完結やけどもね。何?1 話だけ。あ、1話完結で12回。ああ、1話完結で12回。ああ、そうかそうか。大変やね、でもドラマもね。そうやな。あ、まあ、ほんまどういうとこが大変。最後俺常に全部エンディングはね、うん、全部俺の歌で終わってる。522スタートですからですね。ほんまに中途半端やな。何時から。あれ何7時半え30分。7時半8時で30分かい。大したこと起これへんな。30分で、まあ、まあ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 、非常に楽しみにしてもらわんとね。はいはい、何のこっちゃ分からへんからね。楽しみにしてもらわんとね。何のこっちゃ分かれへん。何をやってるんや分かれへんからもね。楽しみにしてもらわんと、うん、何のこっちゃ分かれへんからね。うん、何がそれ、それは楽しみにしてもらわんと、うんうん、その何が前科悪か分かれへん。何を言うの。それ何やのさっきから。これなんでこの辺気にしてんの。ちょそのね、鼻毛がね出てるよ。もう出てることは俺ももうネタは割っとんねんけど。ネタごっついことなってる。ごっついことなってるんですよ。うん、ただその決して悪性のもんではないので。
鼻毛に両性も悪性もあるかい。ほんまかいわ。抜いたやで、一カット。抜いたらなんかあれやんか。プレゼントせなあかんことになって。番組プレゼントみたいなことになってしまう。それではもう何のこっちゃ分かれへんからね。さ、この間もね、俺の道歩いてたらね、今なんかみんな同じような格好やろ、うんうん、で立ち悪いんか真面目なんかよう分からんねん、うんうん、でも不気味やねん、ケイトの帽子なんかこれぐらいまでかぶってるよ、なんか分かれへんねん、妙にテンション高いやろ、もううえーまちゃ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 ファンやん、挨拶もしてくれないんだねって、タイミングを与えろって俺も、おう言おうかな、もう帰られへんねん、あんまりこの、早いからお入りなさいが、まっちゃ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 からお入りなさいがもっとゆっくりやからな、俺も縄当たんの嫌やからやね、やかましい、もう足もすくむわ、ほんま、お前が金持ってんのはみんな知ってる、お前に言われたなよ、山さん稼いであんねやな、稼いでない、稼いでない、みんなが思ってるだけや、全然稼いでない、いやみんながズルしてなんか節税してやってるだけ、私正直やってるだけだから、私別に稼いでない、なんで肩越してんの、ただね、あの稼いだからってね、ほっとけっちゅうね、新聞でな、なんや、確かにそれはそうや、まっちゃんケジラミで買い買いって書いてるどういうことやねん、あ、開会で解決の会や、何な知らんけどもな、ああだから三田よし子は言うてた、自分で何も節税に対して何もしてないからここまで出てるっていうのは分かりますよ、うんうん、ただ当然の額ですから、まあ俺は三田よし子に負けてるとは思えへんけどもねって自分言うてたやんかいや、それはあかんでって僕ちょっと言うてんねんけどもでもね、どういう風にしたら節税ができるのか、でだから、うん、例えば、うんうん、泥棒が入ったとしましょう、うん、ですごいお金をがっさりと取られました、うん、それでも税金は全然免除にはならないわけですよね、それはあんま関係ないんちゃうの、でもおかしいよな、そんなもん物取られたんやから金ないんやから払われへんねんから、それはもうしゃあないはずなんですよね、例えば僕が道歩いてて、そうやな、日井かどっか行ってカツアゲされたとしますでも待てとりあえず日井はやめようや、俺ええとこ行け、まあまあ、伊東洋華堂みたいなとこ行った時に変われへんやないかくっつい悪そうな中学生が、うん、中3なんですわ、だから中学生みたいな、しかももう中3のもう3学期ですから、あ、もうなんや、明日明後日高校や、高校やん、そんなやつにおばはんみたいな笑いがすんな、そんなやつに囲まれたら怖い怖い、そら怖いよね、そら怖い、お前ええもん持ってるやんけ、え、何が、いやいやいや、金ですよ、金ですよ、もう四角くなってるからね、もう見えたんねん、もうくっきりシルエットで分かんねん、くっきり浮きでなってる、もう何を言っとんねん、これねやってるから、それをもうガッと取られて、うん、あ、これふんなもうどっかって言われて、うん、僕そんなも何もできないじゃないですか、うん、でも税金は取られるわけでしょ、僕、いやそれはそうですよ、おかしいわそんな、絶対おかしいって、第一お前なんでそんなの半分も取られなあかんのか説明せえっちゅうんですよね、いやそれ言われたら別にあれやけど、もうあんな取られたら金ないねん、もほんま金はもう予算持ってるように言われるけどね、ほんま金全然あれへんしだから今週1回休みなんとかあるから、それを利用してほんまダンキンドーナツかどっかで分かった、俺こいつら連れて行くから、どこの店なあ行ったらお前おんねんな、どれにしますか、どうやってやってくれるの、やるよそれは、やりますいやでもほんまにね、あれですよ、皆さん思ってるほどね、そんなないんですよ、これがまたほんまに、いやでももう半分以上は税金持っていかれるからね、でもね俺ね、もうこうなったらね、来年は一番になったら思ってんねせやん、ほんま俺20位以内にも入ってないのが目標やで、あそう、うん、あんな君の目標はもう20位から外れる、もう外れることやねん、俺1位になることあんま俺は三田よし子を抜く
な、それあんなおばあん何もしてへんがなって自分言うてたやんか。それはあかんでと。やばっしゃ。でもな、ほんまにマジでお金ないんですよ僕。だから3,000円返してくれ。借りてない言ってんやろ。もうええねん、借りてなくてもええから3,000円。借りてなかったら家にやったら何だよ。違うやんけ、お前にとって3,000円はそんな痛いか。いや、ほんなお前も痛ないやないかね。でも返してくれや。いや借りてないんて。5,000円もやるから3,000円返してくれ。それでええの。じゃあもう俺もずっともう鍵集まって5年間ちょい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 言うて、これでほんまに終わりでしょ。ほんまに3,000円返してくれ。これマジやから。なんでそんなキレてんねん。借りてない言うてるやろ。どこ行くねん、どこ行くねん。ちょ、財布持って行ってくれよこいつ。マジでマジで財布持って、財布持って行って。いやいや俺金入ってないで財布。いや、ええよ、持ってきてもええよ俺金。じゃあ3000円はあるやろ。あるかなぁ。いや でも俺返せへんで。いや返せへんちゃう、渡せへんで。いや、何長崎屋で、うん、俺は中2の時にお前と服を買いに行った時にお前は T シャツが欲しいと、うん、で言うて、でも金がないと言うて、うん、お前は非常階段のとこで頭抱えてこうやってた。違う違う、それは京都花月の時です。京都花月の時はまた違うんやて。あの時はまたあの時で貸したからまた返してもらう。違う。京都花月の時は姉さんに借りたん。メリマリ姉さんに。メリマリ姉さんに借りたん。誰も知らんけど。もうええから3,000円ほんま返せ。いやいやいや、何せよ、貸せ。おもうほんま返せ。ええ、全然金ない。ちょっと待って、ちょっと待って。待って、ほんで、なんでほんまに俺取られなあかんの。ちょっと待って、ちょっと待って、いや、自分ちょっとおかしいな、それ。何で俺ここ出さなあかんの、俺財布。じゃあもうほんま、ほんまに3年返してくれ。いや、まあまあ、ほんままあ、じゃあほんなゆっくり話しとや。な、うん、3,000円をちょ、ほんまに、ちょもうその別にそんな4,000円とか、あ、ちょうどお前、そんなちょうどあれあるやんか。もうこれでも、もうこれほんまもうなしにしよう。いや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 、わかんない。いいで、お前金握って何してんの。いやいや、もうほんま、いやいやいや、マジで、いやいや、そうそうそう、俺の金だったよ。いやいや、もう捨てた1000円したって。いやいや、もうほんまにほんまに。いや、他にも俺ジュースとかいっぱいおごってるで。いや、そんなそんなこと言うたら俺がって。そうやんけ。俺な、言うとけどな、中学の時2回ぐらいな、お前にヨーグルトおごったことある。チヂアツヨーグルト2回。100円ぐらいのもんやないかい。それはすごい、アホかお前。今とあの頃の100円いたらすごいもんやねん。じゃあもうほんまこれでも終わりにしよう、ほんまに。まあまあこれまたなんか使うか。それ印刷おかしなってなかった。印刷なんてみんなおかしいね。どうもやろ。いや、お釣りあんのやったら1万円渡すわ。ないやろ。いや、あると思うで。ないない。いや、あるよ、1万円。俺の財布。お前、ま、返せって。もう普通に3000円返せばいいねやんけ。なんで3000円にそんなこだわんの。俺の財布どこや。これええやろ、これ。どれ。これ。あ、ご存知。ほら、懐かしいやろこれ。ずっと持ってんねん。価値出るんちゃうかな。せやん、うん、子供かお前。ちょ、もう俺手お前の唾液だらけや。じゃ7000円あるからお前1万円返せってやよな。ないやろ。千円札ばっかりやんけ。金ないやん。しゃあない、俺は借りてないけど。ほんだもう
ッケーオッケーよっしゃ。4年前のガキの使いのビデオを発見し6時間も見てしまいました。そこで気がついたのですが、4年前と今とではお二人の態度が全然違うんです。そんなことないと思いますけどね。思うねんけどな、ね、でもこの客のリアクションということはやっぱ客もそう思ってんのかな。全然偉そうじゃないんですけどね。まあでもそれに変えても、ただこれほんま、ほんまにこれはお前のことを指してんねんけどな。いやこれはマジやな。俺は全然謙虚やもん。世間の目はちょっと間違ってるって。俺はお前らが思ってるような人間じゃないもん。ああもうちゃうよ。何がちゃう。大概もう俺も帰る時でもまっすぐ家帰らんとどっかのお地蔵さん傘かぶしたり、雨降りゃ傘かぶしたりする人間やからね俺は。そうな、常に持ってはんねや。そういうそのライセンスを持ってるからね。何のライセンスやねん。そんなもんライセンスないのに。違う、気持ちの問題やろ。そういう優しさライセンスを持ってるからね。おいバカじゃないの。何や優しさライセンス。お気持ちの問題やねん。俺がどんな持ってるわ優しさライセンスみたいな。あ、おっか、お前の持ってる優しさライセンスなんかな、俺の持ってる優しさライセンスとな違うんじゃ。何しとんねん、あんだら。俺の優しさライセンス買ってな。お前の優しさライセンス。お前優しさライセンスって気持ちいいから言いたいだけやん。超お前も一緒やないかい。なんでやな。なんで2回も言うことあんねん。俺が言う、俺が考えたからね。お前も気持ちいいから2回も言うてんねやろ、おい。あほっか、ボケ。優しさライセンス。笑ってるけどお前だって家帰ったら言うてもらうねん。言いたいやろ今、優しさライセンス。絶対帰り言うでよお前。なんかどっち言いたいよな、どっち言った。お前が多分帰り道で優しさライセンス。めっちゃ気持ちいい。ちょっと変えないかんな思ってね。何を言いな。もう運動不足でしょ。そうですよ、前から言うてるもん。すぐ体がギクシャクするもう。俺はもう変わるよ。変わるよというか、まあ昔の俺を取り戻すだけの話だけどね。いやちょっと言うてる意味が分からへんねんけど。こうてきたよ。何を。もう今俺部屋、真ん中にある部屋がね、うん、もうすごいよ。何がいい。ちょっとしたスポーツクラブや。あ、そら何、金に物言わせて。いやいや金はあれへんけども、ローンやけども、ね、おとついも腕立て100回、あ、腕立て100回じゃあ腹筋100回、うんうん、腹筋100回やで。お前できるわな、100回ぐらい。今でもほら、昔やったら今のあーかって、あーって言うてたんも、はぁ芸人は幅ができるっちゅう話やろ。でき昔のほら、もうあの頃の自分っていうもんをね。いやいやいや、あの頃の何も、お前昔別にそんなガーなってたわけじゃないの。なってたわ。お前いつもプニプニやったやないか。だから運動せえ言うてんねん。お前ほんま人聞き悪いな。俺はその今やからこそこうやって酔うてんのか。やっとるけどな。何しゃべれよ。いやいやいや、酔うてへん酔うてへん、そんなあかん。いや、あかんことあれへん。牛の何やねん、迫り来る牛を。いや、どこにおったんや。水牛みたいなものの。いや、どっちやねん。角風のもの。いやいやいや、角かい。いや、はっきりしてくれよ。牛の角風いうのはどこについてる。牛風のやつが迫って。牛風ってだからなんやねん。馬なんか牛なんか。角風の部分を折ったとか折らんとか言われてる。わけわからんのよ。なんでもええわそんなもん。え、なんや言われてたような男やわ。ああ、そうでっかいな。まあそれまあ取り戻しますから、ね、そう、もうそれはもう やってください、やってください。俺の体みたいやっといたらよかったと思うで。いやいや、まあまあそれはまあ。ごちょう、ほんま触ってみ、ちょっと。え、マジ触ってみ。何で見てんの。動いたやろ、もう。お前が一生懸命こうやってんじゃないか。胸筋になってないかな。まあ胸筋触って胸筋になるな。やかましい。頑張って頑張って、ほんとやらんといかんです。やってください、うん、どうですか。
お仕事はどうですか。毎日一緒に動いとんねん。どうですか言われたって。あ、もう俺腹立つもんが、わけのわからんアンケート、うん、んなもん嘘っぱっかりやねん。何を言ってんの。なんかな、芸人、お笑いタレントでケチな。あ、自分1位から俺なんか1位とか。あんなもんな絶対聞いてないって。いや、そら分かれへんがな。もうなんか俺のランク言うたらごっつ低いねん。なんかそういうのだけは高いねん。もう絶対嘘やもん。そんな1位並んでも俺高れたら2位のはずやもん。おお、鼻伸びてる鼻伸びてる。かなり男前やる噂やからな。ちょっとごめん。でまあ素人あんなん呼んでね、うん、あ、まあじゃあケチなんやとかね、勝手に思い込むやろ。いや、まあそれはそこまで思えへんでしょ。ああ、私はもうほんまやめてほしいよな。いや、か信じてほしくないわ。いや、だからケチやない言ってるやん、もうええやん。ケチやないねやろ。また鼻毛出てるわ自分。またアンテナ出してるわ。いや、おかしなこと言うね。お前ここにほくろあるやろ。あるよ。また今日こいつほくろあるわって言われてるかもしれない。いや、違う違う。鼻毛とほくろは違うやろ。鼻毛とほくろは一緒やろ。いや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 、なんとかしたらできるもんやないか、鼻毛は。これは取ろうもでも無理やんけ、そんなもん。取れるやん、取ろうも。そんなブチって取られへんわな。ブチって取れるやん。そうか。いやいやいや、出てる出てへんじゃなしに抜けるやん。ピッとやったら。いや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 、それはならんぞ。誰に言ってんの。そういうわけにはいかんかな。なんでやねんな。お前が、うん、だからこうやってテレビ出てても、うん、俺が鼻毛出てようが出てまいが、うん、テレビ見てる人間は客には全然わからんことやね。まあそらそうやな。それをお前が鼻毛出てる鼻毛出てるみたいな。まるで俺が鼻毛出てるみたいな。もうええわ。そう来るか。喋ってて失礼や、何入れてんねん。お前入れてんのにこうやられたから。あっと思ったわ。入れるな。かいんや。だから出てるからやろかい。きれいにせえ。入れるな。出すなよ。どっちやねん。ふんしたら、あ、鼻水出てる。いややわあ。なんやねん、鼻水バーン出たで。ここのあのガキの使いを見に来る客っていうのは、うん、あの普段は何をしてるんでしょうね。そう、働いてあるでしょ。ていうか、いわゆるちょっと変わった客やんな。え、それどういうこと。ガキの使いが好きなだけで。ああ、なるほど。別にそのダウンタウンが好きっていうのでもまた違うようなね。うん、あ、でもごっついキラキラした目でこっち見てますけど。じゃあそれが証拠に終わったらごっつすぐ帰る。ああ、こいつはそうやねん。そうやわ、こいつはそうやねん。そうなの。おれへんもん。おれへん。なんかもう車にも乗られへんぐらい濃いや、なんかこうガッと。昔大阪おる頃そうやったよ俺らな。車なんて平気で乗れるの。ママ、そんな年でもないんやけどな。いや、まあ確かにそれはあるわ。暑いよ、めっちゃめちゃ暑いよ。暑いね。あがき出してはい。覗いた。浜田兄さん、ひとし君、こんにちは。こんにちは。この間ふと思ったことなんですが、お二人の漫才が見たい。おう。でも二人が逆になり、浜田兄さんがボケになり、ひとし君がツッコミになったのが見たい。あ、なるほど。そんなことを考え始めると、よく見えます。ほら、浜ちゃんのツッコミは、え、なんや、なんかよう言うねん、浜ちゃんのツッコミは、すごい。そりゃ言うけどな、俺がツッコミやれへんだけで、俺がツッコミしたらすごいで。ネタ振り。いや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 、ほんまにほんまに。じゃあやってみようか。
お前ボケれんのか。いや、なんで誘拐ネタやったらいいやん。全部覚えてるから。ええの全然。ただね、あれやな、ここにマイクなかったらやりづらいな。マイク出して。お前あんのか。なんか最初からやるって決まってたみたいに。いや、これ前説用に置いてあったから。ほんなお前こっち来いや。行けよ。そりゃそうや。誘拐。やっぱり出てこないやりづらい。うるさいよ。ちゃんやん、こう出んねん。あ、そうかい。雑漫才のパターンや。何を言っとんねん。だけど最近物騒やね。ああそうやね。もう世の中なんかもう何や、道歩いてても怖いことぎょうさんあるわ。ああそうそう、道歩いてたらね、やっぱり子供をねパーンって連れて行きょんねんね。あんな怖いですよね、やっぱ親なんかたまらんもんね。なんやねん。なんかあたふたしてるな。めちゃめちゃ流暢に喋ってるわよ。あ、そうかいな。道なんか歩いててね、自分のこう手塩にかけた子供をね、ふわーっと知らんおっさんに連れて行かれてね、うん、後で電話してきょんね、身代金取るとか言ってね。そうそうそう。もしもし。もしもし。いたずら出たかよ、お前。もしもし。もしもし。お前どこにいる。はい。小学校3年生の息子おるやろ。いますけど。うちには6年生がおんの。なんでや、関係あれへんがな。持ってこいとか言わないかんがな。頼むで。なんやねん。ほんまな。なんでやねん。こっち必死やな。なんでこっちになったら、なんかこんなんなったの。もしもし。もしもし。何本持っていったらいいんですか。せやな。500万。500万ですか。え、高い。いやいや、500万なんですか。いや、高いか。いや、500万でいいんですか。いや、高いんか。いや、500万ですね。もうええわ。何やわ、それ。お前が何やや。一泊は何や。遅いか。遅いやろ。もうか。な、今から言うからその通り持ってこいよ。はい。行くぞ。はい。緑のカバンに500万入れて、黄色の紙で黒のカバンに言うて書いて、赤のカバン言いながら置いてくれたら、俺白のカバン言いながら取りに行くわ。長いな君。長いわ。長いわ。何回も言うんだ。違うね、誘拐はこれやりづらいんやって、絶対に。どれがええ。そうやったらまだ医者の方がやりやすい。医者。ちょっとこっちで思い出そう。完全に思い出したわ。なるほど。先生だ、なるほど。先生、マサオ君のお父さん。あ、そうです。この間来ていただきまして、はい、レントゲン写真を撮りました。あ、そうでしたね。それの焼き回しが届いてるんでね。これツッコミないぞ。あんねん今から。あ、今からな、一発目ないもんな。マサオ君のお父さん。そうです、この間来ていただきまして、はい、レントゲン写真を撮りました。あ、そうでしたね。あれの焼き回しが届いてるんでね。写りやったんで20枚ほど焼きまして、番号を打って廊下に貼り出してありますね。欲しい番号あったらまた言うてください。そのうちの1枚見せましょう、はい、これです、はい、これが気象衛星ひまわりから見たマサオ君。遠いとこから、雲が多すぎてよく何のことが分からなかった。説明しましょう、はい、分かりやすい、はい、この灰の部分がこうグワーッとで、ここからまたガーッとな、ここまたガッと引きしないかんねんやけども、思ったよりここガッと行ってたから、まあ、ほなここさっと行っとこうか言うてみんなでまあ言うてたんで、どうもありがとうございます。やかましい。こんだけやばい。一箇所しかあれへんの。え、ほんなお前何してたんや、この医者。え、
野球ネタがあるやんけ。監督、俺野球やめます。よし、やめろ。監督やねんから、よし、やめろはダメでしょ。どう、なんや。止めてくれんと。止めんの。やめます言ったら止めてくれんと。うちの親父のパジャマで。誰がそんなこと言ってんの。家止めろなんか言うてないんだから。おい、なんでお前の親父のパジャマ着なあかんねん。ガッ、止めてくれんと。そういう風に言うんや。そうやわ。監督、俺野球やめます。よし、やめろ。なんやそれ。あらま、そんなもん。止めてくれたらええねん。ああ、うちの親父のパジャマ。お前の親父のパジャマなんでやねん。お前の親父パジャマなんでやねん。今日ほんま特に客だれてるよな。お前ね、何でもね、倍返しの松本言われるぐらいですからね。やってもうたら客がだれてる時はね、うん、その倍俺もだれるから、ね、なんでやろ。倍返しですよ。立場が違うよ、お前ここへ立っとんねやろ。君らね、勘違いしたらあかんよ。君らあのドリフ大爆笑のあのババアなのよ。違う、基本的にはそうなんですよ。きっかけですから、急ですから。いや急やけど、それはもうちょっと考えないとね。君たち本当ダメですよ。いや、そんなこんなところで説教してどうするんだ。あのね、こう横にある肘つきにね、うん、肘つき、肘立てにね、乗せない。肘掛けでええやん。肘掛けに乗せない。あ、聞けよ、おら。乗せない。いやいや、乗せてない乗せてない。みんな乗せてない。みんなこうやってるやん。シャキッとしなさい。大丈夫ですよ。太らない、そこ。いや、こらしゃーな。今急に太ったんちゃうやんけ。ダメ。喋ってる間にブク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 やったら、そらこらー言われるけどな。ちょっと目に余ります。しゃーない。こらしゃーない。だけど、ね、お前もうちょっと痩せ。最近何ですか、変わったことございますですか。雨は降りましたか。雨、雨もうその辺は大丈夫になってんの。いやいやいや、全然大丈夫ちゃいますよ。でもね、あれ東京も今やばいんですよ。あのね、違うね、あれね、ビビらし入るんですよ。ビビらしが、ニュースを皆さん 100% 信用しちゃダメですよ。ああいうのは全部大げさに大げさに言うんですよ。そんなことないから。大げさに言うて損はないから。いやいや、損とか得の問題じゃん。ニュースなんて映像ちゃんと見せ説明してんねやんけ。水がないんやから、水がないとこ。じゃじゃじゃ、ほんまあるんですよ。いやいや、ないやん。ほんとそうなんですよ。みんなね、あれね、ほんと大げさに言うの。言うの違うって。ん。そう、お前はなんかおかしいぞって。見たまま映して喋っとんねやから、お前嘘やないやろ。違う、お前アホやな。お前は田舎侍。まあ田舎もんやけど侍じゃないから。知らんねん、東京の貯水池は。知らんねんよ。知らんねん言われても。知らんねん。東京のえ東京の貯水池は。僕大丈夫。東京の貯水池は1個じゃないんです。何個かあるんです。その1個の干上がったとこばっかりを映してるだけで、本当はあるんです。いやいや、ないって。ないからこそ今なんや、東京も何パーセントなんや、節水やなんや言って。いや、それはないとこがあるでしょ。四国とか、うん、あっこで水がない言うてんのに、東京の人間が。なんで寿司食うの。いや待て、水がないのは分かるわい。なんで寿司食うの。いや、寿司食うてへんやないか。おいやいやいや、寿司やない、寿司やない。いやいやいや、インド料理かも分かれへんやないか。何でも寿司やと思うな、お前。こうやったら寿司やんけ、お前。思うことなかれ。何を言ったの。いやいや、水は本当はあるんですけどね。いや、ないって。いや、そう、あるって。さあ、ないよ。あるって。ないない。あるって。ないないないって。なんで米買ってないないとか言うて、結局ね、もう売っとるわ。ないな、あったやろ。だから言うてね、水も一緒や。何やねん、うさいな、お前。ほんまやって、あんねんって。ちょっと話は変わるけど、今の高校生は怖いよとか言うやんか。あんな昔も一緒やって。なんだ、昔の方が怖かったよ。そうか。そうですよ。昔の高校、昔のってよ、お前。な、
何今から数え歌かなんか歌ってくれるの？歌ってくれるの？昔の高校生はパンツ売るとこはなかったから売れへんかっただけで、うん、ね、買うてくれるとこあったら昔から売ってましたよ、それは。あ、そう。そうですよ。そうなのかな。そういう風に言うからね、でみんなはもうそれをまた信じてね、うん、39度さっき誰か言いましたけど、うん、そんなないんですよ。それは見てわかるもんやないか。そう、ほんま君は騙されたらあかん。いやいや、見てわかるもんはそら夏や夏やって言うけどね、そんな夏でもない。いや夏やん。いや、まあ、いや夏まっこけや。夏やん、気のもんやねんって、そういう感じがしてるだけやねん。いや違う、ダウンタウン言うてるけど、そんなダウンタウンやん。私の家の裏はトラックがたびたび通ります、はい、その中で1台だけ左に曲がります、左に曲がりますとトラックから言葉が発するんです。このトラックはなぜ何の目的で毎回言うのでしょうか。いやだからトラックってほら内輪さ、うん、こう巻き込むから、うん、危ないじゃないですか。左に曲がりますって言って言うたった方が、ああ曲がんねやってパッと止まれるでしょ、はいはいはい、そう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 、うん、だからあの内輪さっていうのはトラックの技ですよね、一つの技なんですか。技です。いや、あれはもうどうしようもないんじゃないですか。いやいやいや、必殺技なんです。仮面ライダー、仮面ライダーの必殺技はライダーキック。ライダーキック、内輪差、ライダーキック似てるね。どこがやん。ライダーの必殺技はライダーキック。ライダーの必殺技はって必殺技でしょ。ライダーの必殺技がライダーキック、はいはいはい、トラックの必殺技が内輪差、うん。おかしい、必殺技だよ。分かる分かる、今の話は分かる。さあそれではここでです、ここで本題に入ります、はい、仮面ライダーはライダーキックをするとき、うん、何も言わずに蹴ってきません。蹴り前におい、何や蹴り前は何ですか。蹴る前にライダーキック、あーやります。あーって言うとやトラックも内輪差行くで、内輪差行くで、左に曲がります。カレーパンにはカレー、ジャムパンにはジャムが入っています、なぜメロンパンにはメロンが入っていないのにメロンパンなのかっていうのがね、もうね、この番組やりだしても4年ぐらい経ちますけどね、ほんと多いですわ。ああそう、もう無視してたんです、うん、青なこと言うなと、うん、大人舐めんなと。いやいやいや、舐めてへんや別に。さあ、はい、あなた。いや、舐めんな。なんでメロンパンにメロンが入ってないのに。いや違うよ、メロンパンいうのはもう見た目で名前つけたんでしょ。どこがメロンなんですか。柄で、うんうん、ほんなこれはあなたを大空つなぎって言うんですお前水色やったら大空になる。はっきり言わせていただきましてね、うん、メロンパンやからメロンが入ってるっていう考え方が間違ってるわけですよ。ただでもこの子に関してはジャムパンはジャムが入ってる、うん、ね、うん、クリームパンにもクリームが入ってると、うん、そしたら何かいと、うんうん、名前がついたら全部中に入ってなかったらあかんのかいと。いや、ただこれに関してはメガネザルの中にはメガネが入ってない。そんなこと言うてんの。やパンの話してんの。わしは今メガネザルの。いや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 、はがきはパンや。はがきはパンか。痛いとこつくな。ほなもうパンだけに限定して話しましょう。ああメガネザル関係ない。関係ない。君分かってんメガネザル。メガネ入ってるわ。それはなし。それはなし。それはなし。それで言うてくれたら分かりやすいわ。フランスパン。フランスパンはどうなるんですか。あれはフランスで最初作られたパンです。ですよね、多分そんなところなんです。まあそんなとこでしょう。全然フランスじゃないじゃないですか。中にフランスなんて入ってません。クロワッサン、何が入ってるんですか。何なんでしょう、クロワッサンとは。なんかこんなやつやん。ウグイスパン。あんまりそれにはあんまり親近感ないから。ウグイスパンはどんなパン。ウグイスパンってどんなパンやん。いやいや、お前に聞いてんの。ウグイスパンってどんなパン。いや、お前に聞いてんの。あのね、うん、なんか中に緑のあんが入ってるんですよ、うん、
あ、そうなんや。そう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 、それをウグイスパン。今アテスポで言うた。違う違う違う、それをウグイスパンと人は言うんですよ。でも全然ウグイスじゃないし、あれをいくら木の上に置いてても、うるさいな。ウグイスは自分のこ、自分に似てるなんて誰もウグイス思わないですよね。はいはいはい、いや見た目じゃないの、うん、色をウグイスって緑とかそういうことじゃないの。見た目で名前つけて、はいはいはい、いいですよ、それで。そういうとこじゃないんですか。まあね、うんうん、え、納得してどうするの。パチなってきた。私には悪運霊がついています。いつもうまくいきそうなところでダメになってしまうんです。もう長いことついています。どうすれば悪運霊を払うことができます。知るか、そんなに。勝手に思ってるだけやろ、運が悪いんやろ、たまたま。わあ、今のはなんかガーッと、お前なんか勝手に思ってるだけなんじゃいという中になんか優しさを出してるね。どこがや。昔の芸人みたいだった。どこがや。これがこいつの手ですよ。アホなこと言え。例えば私今悩んでるのって言うと、普通の軟弱な男はどうして悩んでるの。それお構えやね。甘ったれるな。そこがこいつの手ですよね。お前何を言うとんの。まあまあ、運が悪いんですよ。運が悪いんです、ここぞという時にね。ただね、あの運というのはね、あのそういうもんじゃないんですね。みんな運っていうことをなんか勘違いしてません。例えば言うじゃないですか、こんなことに運を使ってしまったら損だ、はいはい、言いますね。おかしいんですよ。なんでそんなことに運を使ってしまったことも運なんですよ、うん、止まるな止まるな。誰に言うてん、誰に。ここほんまに出るとこやから。どこや。あ、先生、先生出るんですか。ここほんまに出るとこやから。ほんまですか、うん、はい、ちゃんとチェックしておきますわ。去年の都立で。ただまあ自分が運が悪い運が悪いと思ってるとね、どんどん運って悪くなっていきますから、うん、まあでも立て続けになんかこう怪我したりとか物落としたりとかも、俺あったよ。え、俺あったよ。あ、そう。あのね、あれね、何やったかな、忘れたわ。何やった。いやもう、いやいやいや、やつやな。思い出す雰囲気もなかったから。普段使っている英語でちゃんと和訳できない言葉がありますが、パーマやタクシーは何と訳せばいいのですか。パーマ？パーマは英語でしょうね。あ、そうなんですか。パーマネント。パーマネント。そうそう。先生、教えてもらってるやん。パーマネントってなんや？パーマ、うん。パーマっていうのは、巻くってことなんですよ。そうなんですか。で、ネントっていうのは、何々していこうっていう。巻いていこう、巻いていこう、巻いていこう。深い。巻いていこうはまあまあ進行形ですよ。なんか巻きでいこう、巻いていこう、巻きでいこう。そう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 、これパーマネント、パーマネント。例えばサングラスにしたってないじゃないですか。何が。日本語グラスっていうのは何か知ってますか。ん、グラス、ガラスってことですよね。もう二通りよ。ちょっと。違うの？じゃあもう。どうも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 。どっちのこと言ってるのか、僕もちょっと見当つけないんですけど。まあ、それは先生判断してる。あ、わかりました。だから、だから、セットで。何を言うの。私には電車のシートについての、どうしてもわからないことがあります。それは8人掛け用のシートにはなぜか1人分ぐらいの色の切り替えであることです。あ、ああああ、ありますね。なんか茶色っぽくなってるとかそういうことですか。あれは一体誰のため、いや何のために作られたものなんでしょうか。
いや、あそこに誰か座ってくれたらほら、うん、8人ちゃんと座れるんですよ。なんかうーん熱帯夜みたいになってます。あ、暑いの。それは何、自分で考えたの？お母さんに教えてもらった。わしはもう31や。なんでお母さん自分一人でここまで来たの。はい。誰が考えたの？誰が考えたっていうか、なんか言うてたよ、なんか、うん、それはまずいことを聞いたな。それは何、間違ったことをインプットされてるって。間違ったことを君は覚えてしまってるね。ほんまですか、うん、ちょっと教えてください。あれはね、はい、何を隠そうね、はい、あの色が違うとこに、はい、なんで色が違うか。最初は色は全部一緒やったんです。ところがあそこにずっといつまでも座るジジイがいたんです。他のとこだけは火を浴びてどんどん色を合わせていったのにもかかわらず、そのジジイがずっといたことにより、あのジジイがそこにおったことによりちゃんと8人座れるようになった。全部違うでしょ。そんな違いますわ。ほんまのこと教えてくださいよ。ほんまのことを聞きたい、はい、どうしてもほんまのこと聞きたいねんな。お前は何があってもほんまのことを聞きたいねんな。いや、そりゃそうですよ。もうちょっと時間をくれ。はい、最後に発表する。どうして犯罪者にデブはいないのですか。そんなことないでしょ。あのね、これはもうデブっていうのはね、まあ簡単に言うとしんどいんですよ。あ、そうなんですか。人を殺す気しないんです。人殺しだけちゃうやんけ、別に犯罪って。誰や君は。何信号入ってきとんねん。すいません、はい、いろんな犯罪ありますからね。別に人殺しだけじゃないですから。あのね、最後に発表します。はい、今日は最後まで目が離されへんで。はちゃめちゃな30分になるで。私は東京の人間ですが、子供の頃よく友達の家へ遊びに行って、外からその友達を呼び出す時、浜田くんなどと大声で叫び、呼ばれた方もはーいとわざと語尾を伸ばして返事をしていました。うんうんうん、大阪ではどのように友達を呼び出しているのですか。またなぜ語尾を伸ばさなくてはならなかったのでしょうか。だから浜田、おいら違うな、浜田くん遊ぼう。そして小学校後半ぐらいになってくると声が変わって、声変わりというものがありますから、まあまあね、今まで出てたソプラノ もう出なくなる、出なくなります。そこで考えたのが浜田くん。それ急変しすぎやけどな。リズム感のある子はハッハ浜田と浜田ママいいました。キュッ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 。人の家の玄関でバーンみたいな。違うんですか、東京はそんなんじゃなかったんですか。風呂入るときに10数えて出なさいとか言われたでしょ。あの数の数え方は全然違う、全然違うんですか。いい、おいらね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、ここが一番悲しいとこなんだ。なんで悲しい。まあこれ地方によってやっぱり違うんでしょ。だから大阪は僕らこうですけど、まずは九州、北海道とか言ったらまだちゃうのは違うんでしょうね。あのほら、大阪の人間は世界で一番歩くのが早いって言われてる。あ、らしい。やっぱりリズム感なんですよ大阪って。ほんで一回大阪遊びに行って、その道歩いてる人をよく観察したら、やっぱり東京とは違いますよ。歩くのも早いし、たまに歩きながらもこういうのバックもできるのよ。そういうのも入りますから、そういうところしっかり見ないと。
ね、帰ろうかもうな、な、もういいですよ、帰ろうやもう、うん、ほなお前言うてたこれちゃんと答えんか、お前やんけ、お前やんけ、汚っ、汚っ、お前やんけ、お前やんけ、俺そんなしてないもん。は答えろや。もっぺん、もっぺん言いなさい。何が聞きたいのかもっぺん僕に言いなさい。立て直さないとダメだから。空気が悪いの。で言います。はい。あの電車で、はい、ね、はい、シートあるじゃないですか。はいはいはい、で一箇所だけ茶色なんですよ。一箇所だけね。うん、なんでそこだけ茶色なんですかというご質問。クリーム色なんじゃないですか一箇所だけ。いやまあクリーム色なんですよ、ね、なんでそこだけクリーム色なんですかというおはがきなんですよ、はい、分かりました、はい、昔はよくありました、まあ、今でもあるんでしょうか、おじいちゃんおばあちゃん専用のとこも部分も設けられてシルバーシートって、ね、シルバーシートっていうのはちゃんと設けられてる、ちゃんとそういうふうに役割みたいなものがございます、なるほどなるほど、飛行機でもファーストクラス、はいはい、ビジネスクラスというふうに分かれております、すべてそれはそれに合った人が座るための椅子なの、なるほどなるほど、クリーム色になぜなってるか、クリーミーな人専用一本俺怖かってん。オッケー。途中俺めっちゃ怖かってん。